はいどうもフラちゃんです。皆さんドラゴンクエスト10楽しめてますか？2チャンネルとかよく見るとね、結構もうアップデートがスカスカでつまんねえとか、あと同じことの繰り返しで本当に日課オンラインじゃねえかとか、まあそういった声がねたびたび見受けられました。なんでね、もう皆さん結構もうマンネリ気味になってるんじゃないかと思いまして、本日はマンネリ対策の秘訣を5選ご用意したんで聞いてください。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあまず1つ目、やることの順番を変える。これつまりどういうことかっていうと、いつも、例えば日替わり討伐で2番目にスコルパイド、3番目に強ボスをやるとするじゃん。この順番を変えてみる。いつもやってる順番じゃなくて、例えばスコルパイドを先にやってみたりとか、逆にまたまたね、こうスコルパイドを一番後にやってみたりとか、まあ、そうやってね順番を変えるだけでも結構ねマンネリ対策になるらしいです。こちらですね、心理学的にもちゃんと証明されていて、本当にこうマンネリ気味になる人、まあ、そういうのはもう順番をいつもとやることを全くこう変える、これだけでもう脳内がね、ああいつもと違うことしてるんだなって錯覚をするようになるらしいです。まあ、なんでね、こういつも同じ順番でやるんじゃなくて、普段からねこう違う順番でやるように心がけるとマンネリするこの速度が違くなると思います。はい、それでは2戦目、いつもと違うことをする。こちらがね、まあ簡単なんだけど一番難しい、まあそんな感じですね。一番の解決法でもあるんだけど、一番やっぱりこれをやるのが難しいんじゃないかなって思います。まあ簡単でいつもと違うことをするだけなんだけど、まあ例えば簡単に言っちゃうと、もうハウジングをやってない人はハウジングをする、ほんでいつもバトルコンテンツをやってない人はバトルコンテンツをしてみる、相方がいない人はじゃあ相方を作ってみるとかね、さまざまなこう自分の今までやってきてなかったこと、もしくはほとんどやってこなかったことを普段からやるようにすると、まあ、これまたねマンネリ化対策になるらしいです。というかまあ普通に考えてそうだよね。同じことの繰り返しじゃそりゃ飽きるに決まってるんで、普段からねこうやって違うことを探してやることがマンネリ対策の非常に大事なこととなっております。まあこれ頑張ってください。ここ一番頑張ってください。とにかくこう自分がやったことないこと、そういうのを見つける、楽しいことを見つけていきましょう。そうしないとね飽きる一方なんで。で3つ目、休止してみる。うん、まあこれはできる人できない人絶対いると思うんだけど、俺なんか絶対できないね。うん、ドラゴンクエスト10も休止したら多分そのままやめちゃうと思うんでね、まあ、そういうリスクもあるけど、一回こう離れることでまたやりたいなとか、まあなんかまたフレンドに会いたいなとか、まあそうやってね普段からちょっとこうまたちょっと距離を置くと見える感じも違くなってきたりするんでね、それで復帰した後がっつりやり込む人とか、まあそういう人も多いですね。とにかく一回休止してみるのも手、休止して別のゲームをやって、でドラゴンクエスト10と比較してみるのもあり、まあ、この休止するっていうのもねいろんな角度から見れるようになるんで、まあありっちゃありです。はい、じゃあ4戦目、ブログや動画配信をしてみる。なんか動画撮って自分で見返したり、まあ、配信してみたりね、まあ、そういう感じ。とにかくこうブログや動画配信、そういうのをね手出してみたらなかなか変わると思います。特にまあ俺なんかはそうなんだけど、このドラゴンクエスト10の配信始めた理由っていうのがマンネリ対策だったんです。本当にもう毎日毎日ね討伐やって強ボスやって、でも飽き飽きしてたんだよ。でその時にちょっとあの動画配信じゃやってみようかなってなって、週に1本ぐらい撮れればいいやって感じで始めたらね、まあ、今は毎日撮ってるっていう、まあ、そんぐらいこうドラゴンクエスト10から離れられない状態まで戻ることができました。結構ねこう動画配信とかブログとかそういうのはね、だんだんこうお金になってくると自分のこうリアルの生活にも関わってくるし、まあ、あと本当に誰かに見てもらうっていうことはね非常に楽しいんでね、ぜひこちらブログや動画配信始めてみるのが結構これおすすめですね。もう勇気を出してやってみましょう。ゲームならね顔出しとかしなくていいし、
まあ、声に自信がないって人はちょっと生放送でね、あの声ないバージョンでやってみるのもいいんだけど、まあ、やっぱりこう声はあった方がいいね。勇気を出して声を入れてみましょう。はい、じゃあ5選目、周りの環境を変えてみる。これどういうことかっていうと、実際こう自分の部屋、まあ、それをねこうリフォームっていうか模様替えしてみてもいいし、リアルを変えてもいいし、もしくはゲーム内、例えばルームやチーム、そちらを変えてみるのも環境を変えるっていう手段の一つだよね。とにかくリアルかゲームのどっちか、こちらをですね、環境を変えるだけでも非常にこう別世界に来たような、そういう錯覚をね覚えるぐらいなんかいろいろ変わります。なんでこうやっぱりね、環境を変えるっていうのもね大事だと思います。はい、じゃあまあこんな感じですね。本日紹介したのは、こちらの5選、こちらですね、皆さんマンネリ対策、本当にもう本当にこのゲームまた楽しみたいとか、もう最近つまんねえとかそう思ってる人ね、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ以上フラチャンネルからの放送でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。